ただけるとさやと思います。ガソリンスタンドでですね、ガソリンをまあね、トラックとかに入れるんですけど、どうしてもですね、バイクに入れなきゃいけないので、まあ、蛍光管でね、買ったりするんですけど、結局ですね、痛ただましい事件がありまして、なんか身分証明書のコピーを取って、やれなんだかんだって言ってめんどくさいだからもうじゃあ家には入れないっつってもういいやと思いまして、はい、だからもうバイクで行ってね、もうバイクに大きなタンクのバイクに行って入れて、でバイクから抜くと、もうそれが一番簡単なのかなって蛍光管からまた移すのもね、実はめんどくさいですからね。10リッターぐらいしか入んないですし、大型バイクだったらね20リッター以上入るんで、まあ結局ですね、あんまりね、あれなんですけど、一部というか本当にただ一人のそのね、何かこう問題行動を起こすした人によってね、多くの人がそれができない、売る側も売れない、買う側も買えない、でそれを行政が、そうさせる、っていうのがやっぱりこの日本、多いですよね、そういうのばっかですよね、だからでも小さい時とか、ね、普通学校とかで、まあ、学校であるのでもね、まあ、いろんな 親とかがね、やっぱりよそ様に迷惑をかけないとっていうようなね、まあ、もちろん、賛否両論あるんですよね、そういうのはね、よそ様に迷惑をかけないっていうのは、あれなんですけど、やっぱりでも社会で生きていくために最低限のやっぱりルールっていうかね、結局それによって、全然関係ない他の人は迷惑を負うんですよ。草刈り機にガソリン入れたくたってね、蛍光管で買えないわけですから、まあ、買えないわけではないね。でもセルフとかだとね、売れない、でもほとんどセルフばっかになっちゃったね、なりましたしね、まあ身分証明書をね、どうのこうのです、まあ致し方ないのかね、やった本人はもうね、関係ないんで、ね、そういうのはなんとかならないもの、まあ、そのうちオートバイとかもダメになる簡単に抜けるんでねとかね、もう抜けないような構造にしなきゃいけないとか なりますかね。オートバイでなんか事件する、そういう変な事件をね起こす人がいたら、もしくは1日に1回までしか入れられないとか、同じ車両の場合は2回3回で入れられないとかね、まあいろんなことを考えてしまいますが、どうでしょうか、はい、そんな感じですね。ちょっとね、納得いかんねえ、納得いかないですよね、本当にバカなことをする人がいる、それによってそうじゃない人が不便になる、こういう世の中をなんとかしてほしいね、思ってしまいますがね、まあ、要は規制をかけるってことですよね、何でもかんでもね、まあ、日本の場合はね、すぐ規制かけられますからね、やっぱり例えばね、刃物で事件があれば、その刃物とかもね、刃渡り何センチ以下はじゃなきゃ持てないとダメとか、買えないとかね、あとはもうその銃刀法のあれでね、許可を受けないとできないとか、ね、まあ、銃に関してはね、昔からダメですけど、アメリカとかはね、銃持っていいっていうね、そういう世界で、どんなにね、銃で事件があっても、それに関してはどこまでも、ね、銃に関してだけはね、持っちゃダメっていうふうにはならないと、まあ、州によって違うみたいですけどね、まあ力のある人がやっぱりいっぱいいるみたいですよね、まあ、何でもそうですね、力のある人がいればね、
本にもね力のある人がいればバイクとかもねもっとこう変わるのかな。道路止めていいとかね、オートバイは止めたっていいだろうっていうね、ダメかなみたいなね、ダメダメですよね。歩道をね、日本の場合はいろいろとね、いやー本当にね、あそう、あの事件が起きる前までは入れられたんですよ。何別に何のあれもなくね、うん、入れさせてくれたんですけど、あの事件が起きてから初めてだったんで、まあね、身分証明書をコピー取ってそれでまあね入れてくれるんでね、まだいいですけど、そのうちそういうのも一切ダメになるかもしれないけどね、蛍光管での販売は一切ダメ、そうなっちゃったら大変、次誰かやる人がいたらね、なんか変なことやったら本当になりますよね。でも誰に売ったかっていうのが分かっていれば事件起きないかって言ったらそんなことないですよね。それも変な話なんですよね。ただ大量に買うとか何本もね必要ないでしょっていうね、1回でね、そうなると例えば新車とかってガソリン入ってないと来るじゃないですか、持ってくるじゃないですか、それにガソリン入れたいですよね。でまさかトラックに積んでわざわざねガソリンスタンドまでまた入れて、まあでもあのセルフとかだと自走しないやつはダメだ、入れないっていうのもあるんですよね。だからバイクあのトラックに積んで一回昔行ったことあるんですよ。で入れようと思ったら、あダメダメですって、自走しないものには入れられませんって言うから、じゃあ下ろせばいいのって、いやそういう問題じゃないんですみたいな、よくわかんないんですけど、なんか容量を得ないんですけど、まあもちろんあの働いてる人も上からね言われてるのただ言ってるだけなんで、ね、仕方ないっちゃ仕方ないんですけど、そうするとですね、新車とかも入れられない、蛍光管ダメだね、蛍光管で厳しくなってくるとどうやってガソリン入れたらいいのかなっていうね、そのちょっと入れるだけだってね、やっぱりそのガソリンどっかから持ってこなきゃいけないんでね、うん、軽トラックとかねから抜くとかそういう手もあるんですけど、これ車とかって確かあのトラップありますよね、あのこうしぼしぼとか中まで入っていかないようになって確かと思うんですけど、オートバイって結構ねオープンじゃないですか。であれなんですよ、東南アジアのオートバイってトラップがついてるんですよ、口元にもすぐこうなんていうのかな、パイプが2本ぐらいパイプがこうあって、そういうのが入らないようになってるんですよ。要は盗めないようになってるんですよね、多分ね、ガソリンをね。そのあたりがねやっぱりお国柄なのかな、日本だったらそんなね盗む分かんないですけどね、これからね買えなくなるとね、簡単に買えないとなるとやっぱりちょっとね、で昔のキャブ車だったらね、下ホースねピッて外してね、コックやらピッて出ちゃうじゃないですか。でも今のインジェクションなんでね、全然見えないですから、そんなガソリンのホースが見えるところになんかついてないですから、まあちょっとね違いますけどね、考えてみると危ないですよね、昔のキャブ車なんてねエイプにしてもねモンキーにしてもね、こうホースがね見えててね、あんなパク抜いてねできますしね、悪いことしようと思えばいかでもなんか悪いことできちゃうような、燃料キャップに鍵ついてないとかね、ただこう閉めるだけとかね、まあ、ありますよね。でもそんな悪いことしない、悪いことしなきゃ、ね、しないんじゃないですか普通はね。やっぱり悪いことする人っていうのはなんかねあるなると、やっぱり教育なのかなと、ね、教育、よくね、ガソリンタンクの中に何か入れるとかね、そういうのは話はいたずらでとかね、ありますけどね、鍵穴の中に何か突っ込むとかね、そんな話を聞いたことはありますが、
ガソリンね、全部抜かれちゃってたんでね、困っちゃうんですから、ね。ちょっとですね、クレジットカードで買えば関係ないような気がするな。クレジット身分証明書みたいなもんですからね。クレジットカードって大体ね、誰だか分かっちゃうんで、特定されちゃうんで、ね、いいんじゃないかなと思うんですけど、よくね、あの海外のドラマとかでクレジットカードを使ってると、それでこう追跡してね、どこどこで使ってるっつって、そういうのはたまには見ますけど、現金だと分かんないですからね。日本もやっぱそういう社会にしたいんですかね。ね、悪いことしたらスパッペイペイで払ってるんでね、どこどこでペイペイで払ってるやつ。ちょっとね、だんだんじゃないんですけど、どんどんね、住みづらいあれになってくる。ガソリン必要だから、ガソリンやっぱり置いとかないといけない。ね、やっぱり 新車にでね、やっぱり新車、そうすると 2リッターぐらい、 2,3 リッターちょっと入れて、あとはちょっとそっか近くのスタンドで入れてくださいみたいな感じになっちゃうますよね。満タンにするの大変、結構大変ですもんね。まさに自走していくわけにいかないしね、新車だから。で、お客さんが、いや、自走、試運転してくださいっていうね、おっしゃってくれたらね、どれぐらいかな、3キロぐらい。あ、もう全然って言っていただければあれですけど、3キロじゃ効かないから。もう少しありますかね。うん、片道2キロぐらいは確かスタンドまであるんで。ねえ。いやですよ。中古はまあ別に関係ないからいいとして。隣にガソリンスタンドですけどね。いやー、本当に途方もないことをやる人がいる、ね。これ灯油だったらどうだったんですかね。灯油は確かにそんなね、あの爆発みたいなことはないかもしれないですけど、でも火つけばね、木とかあのやっぱ染み込んでるところに火つけりゃもう燃える、すごい燃えるでしょうからね。そのあたりがまたちょっと話は変わってたのかなとかね。灯油も売れないとかね、灯油買えなくなったら困っちゃいますからね。まあいろんなことがございます。はい、まあいずれにしてもね、ちょっとどんどんやりづらくなってるのかなと、気がいたします。どうでしょうか。まああれですよね、例えばね、バイクとかでね、なんとか道路とかなんとかロードみたいなのがね、山道の方とかあったりして、でそういうとこでね、いわゆるなんていうんですか、ローリング族とかそういう名前を付けられてるかと思うんですけど、そういう人たちのね、あれですね、また事故なんかあっちゃうと、もうオートバイ通行禁止、二輪車通行禁止みたいなね、そういうことになって、ね、結局他の通れ誰も通れなくなっちゃうと、ね、そういうのもね、昔からありますし、ね、まあ、最低限のね、事故を起こしたくて事故を起こす人はいないとは思いますが、まあでもそれとは、でもあの明らかにガソリン撒いてうんぬんとかね、それだともうめちゃくちゃなんでね、うん、そういうことが起きないことを切に願うわけでございます。やっぱりね、自由、これが一番でございます。何でもかんでもね、あの規制かけられたりとかね、いやね、何かが投げ買えないとか、なんとか、しなきゃどうだとか、そういうのはちょっとやっぱりね、あまりよろしくないので、警報官なんかで買ってて、なんかあった時に疑われるパターンになりますもんね。まずね、掃除全然関係なかったとしてもですよ、ね、そうするとやっぱり
意味もないじゃなくて、全然関係ないのにおまわりさんとかが来る理由になるとね、めんどくさいですからね。まあ別に来てもいい、別に来てもらって全然困らないんですけどね、やっぱりね、めんどくさい。たまにおまわりさん通るんですよ、目の前をね、ビーンつってね、あの白いやつとかね、なんだろう、周りこううろうろこう見ながらねそうすると、なんだろうなとか別に私悪いことしないですよ、そんな警察の方にね、厄介になるようなことは基本的にはしてないと思いますが、でも埃を叩きゃ埃の一つや二つ出るだろうって言われちゃうとね、ああ出るかもしれませんって怪しいやつねって言われてもね、困っちゃう、ね、正座させられてね、石とか抱かされてね、うわーなんつって、ね、もう一枚抱かせろみたいな、しぶといやつめみたいな、あ、鬼兵犯がちょうど見過ぎておりました。あ、そう、久米吉って、久米吉あれ久米吉ですよね、久米吉ですよね、ほら密偵として働いてますけど、久米吉ですよね、あれ久米八あれ久米、あれ分かんなくなっちゃった、なんで分かんなくなっちゃったのかな、あの密偵で働いてましたけど、確か一巻かなんかをこう読んでたら、まあ、捕まっちゃってね、で拷問部屋があるじゃないですか、そこにね連れられて、でいろいろなことさせられて、でしぶといやつねっつって、で鬼兵が出てきてね、足に釘を打てやつ、でギャーッと牢を垂らせ、うわーっ、久米八ですよあそこまでされてよく密偵になったなっていう余計なことでした、そんなことで皆さん、住みよい、世界を作ってまいりましょう。失礼します。